よきひと申します。今回は私が高校生の時の成績とか模試とかを紹介しようかなと思ったんやけど、多分全部は残ってなくて、適当なクリアファイルに突っ込んだだけみたいな感じやったから残ってる分だけやけど、まず一番上にあるのがなんか G-TECH なんやけど、 G-TECH ってみんな受けるのかな。ベネッセの英語の試験、1年ベーシックグレード4、グレード4って何の、高校英語中級レベル海外ホームステイや語学研修で楽しめるレベルって、多分無理やと思うで高1の私には一緒に校内順位も載っとんねんな。めちゃめちゃ低いけど順位英語苦手やったから。うわ、ライティングめちゃ直されてる。ここになんかアドバンストになってる。ちょっと難しいか。グレード変わってないんだけど、グレード4や。成長してないってこと？英語はほんまにあかんのやな。でもライティング直されてない。悪いとこなかったよって書いてある。つまんねえな、チーテック。次、成績が高1の時か。一応テストの結果もいくつか残ってる。けど、おもんないねんな、テストの結果。1年の2学期からしかない。国語62点。数学54点。英語89点。え？英語良くない？え、違うわ。200点満点や。英語が200点満点中の89点。で、1年2学期。え、あんま面白くないな。なんか50点とか60点とかその辺だけど。待って。物理がちょっと面白い。物理16点や。16点って。逆にすごいな。1年2学期、期末。これもおもんな。つまらん。1年3学期。つまらんな。1年1学期中間あるやん。順番に置いとけ、これ。いや、でもおもんないな。生物基礎だけ88点にけど、なぜか。あとなんか5、60点あたりだけど。つまんな。1年3学期。学年末。これが最後か。いや、おもんないな。え、待って、物理が61まで回復しとんねんけど、なんで？奇跡の回復やな。物理は、文系に進むって決めた時点で結構手抜いてたっていうか、なんか物理の先生がなんかめっちゃ優しくて、文系行くんやったら物理いらんから別にあんま勉強せんでいいでみたいな言っとって、もう私はそれを生に受けて全然勉強しなかった。めちゃめちゃ寝とったもん。でも一応やった方がいいと思うけど。待って、通知表がある。通知表、いや、つまんないって。一番高いの体育やけど7、一番低いのは英語やな。英語1が4。いや、つまんな。4、5、6、7あたりばっかり。 D は2年生。2年のやつはまだマシやと思うマシっていうか、いや、面白くないと思うけど、さっきよりはまだ頑張ってる感はある。1学期はこれはひどいなひどいっていうか思わないマジで、なんか言うほどの価値もない。1学期中間、え、待って、日本史88点やるやん。科学も75点。そうだ、私科学好きやね。古文が77点。古文はでも漢文は63点。漢文の方が簡単やけどな。なんか古典の先生が怖くて、なんかちゃんとやってた思い出がある。思い出？うん、思い出。でもあとはなんかもう思んないな。2年2学期。これはつまらんな。いや、つまらなくないぞ。数学12点や。日本史92点ねんけど。数学やるやん。日本史はまあまあ得意や。
2年2学期はつまんな。でも世界史が84点やるやん。なんで漢文も85点、漢文それでもなんかあれねんけど75いねんけど平均って高すぎね。簡単やったんかな。2年2学期末つまんないな世界史が70点ってぐらいかな。え待って、数学が私にしてはいい62点古文が73点。70点取れたらいい方よな。でもこれでも35位やって、2年3学期おもんないななんでこんなおもんないんやろな。通知表もあるよ。通知表はまあおもんな。6、7、6、8、6、6、6みたいな6ばっかりねんけど、もっと悪いやつないんか。3年1学期期末おお、数学 1A が7点。7点ってすごいな。待って、何位、うわー最下位じゃなかった。まだ下がおるわ。なんか3年の時の数学って2時に数学を使う人用のテストというか、だからなんかマークじゃなくてあんま力入れてなかったというか、7点はさすがに力入れてなさすぎやけど、英語1が17点。あでもこれも最下位じゃないわ。なんか3年は全体的に悪いな。まあ3年の1、2学期あたりは結構メンタルがやられとって、心療内科通ってたから、あまあまあまあ3年2学期中間お数 2B が9点やでもこれも最下位やじゃないやん。9点やん、意外とおるし、なんでやねん。これも2時に数学使う子向けやったから、センターでしか使わへん人はあんまちゃんとやってなかった。3年のやつはこの2つしか残ってない。でも通知表がある。でも2学期までのやつしか書いてないな。現代文56、古典55、日本史56、世界史56、違うわ、世界史76、数 1A34、ついに3が出てきた、数 2B65、科学56、生物55、体育8から3になることある。英語1、3、4、英語2、3、4、英語3、6、5、めっちゃ下がったな。でもなんか体育が8、1学期が8、2学期が3になると思う。でも2学期めっちゃ休んだからな、多分。結果がめっちゃある。体育7回も休んどるだからやろうな。なんかさ、体育教師ってさ、見学とか休む人嫌いがちじゃない。でもし多分もしも全部は残ってないねんな。1年のいつや、7月か。7月の真剣模試、偏差値これどうやって見んねん。 52.8。 校内偏差値低く、この時はあれやな、三角形のバランスがめちゃめちゃいい1年の間はあまり模試とか気にしないでねみたいな方針や。学校の方針なんか、学年の方針なんか、担任の方針なんか分からへんけど、1年の間はとりあえず勉強する習慣つけとけばいいよみたいな感じだった。1年の11月、偏差値 59.3、 もうちょっと上がった。国語のおかげやな。なんか国語が尖ってる。高1の1月の真剣模試、偏差値 60.5、 ちょっとだけ上がった。これはもう国語のおかげやな。
ちょっと英語と数学も伸びてるけど、国語のおかげやな、ほとんど。1年の時はあれか、判定とか出えへんのか。高2真剣模試しかねえな。高2、7月の真剣模試、偏差値 58.1、 下がったな。もし引っ張ってんのは英語やな。数学伸びてるもん。数学、英語があかんもん。マジで英語はな、ほんまにな、嫌やと思って。英語のテスト勉強しようと思って、英語の教科書開いたら、ちょっと眠くなるって。絶対体が英語を拒否しとんねんって。で、2年11月、真剣模試、偏差値 78.0。 拍手。これはすごいでしょ。いや、すごいか分からんけど、でもいい方やで。都道府県順位もいいもん、結構。え、でも校内偏差値低く、なんで、どういうこと。78、同じクラスになんか2人ぐらい偏差値85ぐらいの子がおった。えと思った。もうなんかよく分からんような偏差値85って、何それって感じ。校内20位ねんけど。うわー、すごいいびつなグラフ。でも今回は数学が悪いんか。いや、でも英語も悪いな。国語、社会、理科でなんとかこう持ちこたえてるみたいな。英語と数学は足引っ張りがちや。多分これ以上いいのは出てこへんと思う。78で限界やった。ああ、真剣模試は偏差値高く出がちらしいから、あんま参考にならんけど。1月の真剣模試、偏差値 67.6、 下がったら、違うわ、 70.4、 下がったね。だいぶ下がったけど、なんでこんな校内偏差値低い。みんなすごすぎない。やっぱり同じやな、国、社、理で。でも数学伸びてる。国、社、理は結構安定して取れてた。次3年かな。え、もう3年、全然ないや。3年6月、これやばいやつじゃん。偏差値 60.7、 下がったなぁ。6月、あ、待って、判定あるやん。みんな忘れとった。2年のやつ、高2、7月の判定。第1志望から第4志望まで書けんねんけど、偏差値 58.1 の時で高2、11月、偏差値78、EEED で、高2、1が EEEE だらけで、6月ね、高3の6月、偏差値 60.7 で EEEE。 これ初めてのマーク模試か。マークあんま得意じゃなかった気がする、特に数学が。技術模試7月、またベニス大会。真剣模試しかないんだけど、偏差値 52.7、 めちゃめちゃ下がったな。グラフがえらいことになっとる。こうなっとって、こう、いい、すごい。こっちにもあるのか。いい、全部いいんだけど、8項まで書けない。お前こっちもや、全部いいやけど。高3の秋頃まで、メンタルやられて心療内科通って、7月8月あたりが一番ピークで、結構しんどかった時の模試やから、まあしょうがないっちゃしょうがないけど、このなんかこのグラフの変動ぐらいはちょっと担任も困ったやろうなって感じ。この
上下があるタイプが一番なんかこうアドバイスしにくいやん。全部記述もし可愛い塾ですか。これいつのやつ、何月とか書いてないの。書いとけよ。あれが8月か。8月書いてやるやん。あ、これ一番ひどい時のやつじゃん。3科目しかないのか。あ、記述やからか。偏差値どこに書いてあるの。偏差値 34.3 これやばいな。8月やからな、メンタルが一番終わってる時のあれか。え、待って、校内授業すごい最下位や。そりゃそうか。このスラッシュのさ、左右の数字が同じやん。で、国語も最下位や。全体で最下位、国語も最下位。逆に英語と日本史は最下位じゃない。あ、でもあれか、指定校のことが守るから。学力レベル FFEF F なんてあんねんな。国語の偏差値 21.5 やばすぎ。だって200点あんのに18点や。あ、これ思い出した。めちゃくちゃメンタルが終わっとって同じ行を5回ぐらい読んでも頭に入らへんかった時のやつ。多分ほぼ書いてない回答用紙が回収されてる。英語よりひどいなってことある。私国語が結構得意やった。こんな校内最下位を取るなんて。判定はいい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 いすごい。そらそうって感じだけど。寸大記述もし10月、あんた記述10月で偏差値 57.7。 じゃあ回復してきてはいるんか。10月頃までは結構しんどかった気がする。回復し始めぐらい。判定はもちろんいい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 いすごくいい。よくはないけどいいではある。11月偏差値ドゥルルルルルルルドゥン 61.6。 いや、マシじゃない。結構マシじゃないというか、回復してきたという意味で。11月でこれやから、まあ普通は焦るよ。判定はいい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  DDD が出てきた。61.6 で D なんや。何これ、今回の得点と自己採点結果との差マイナス13点。ダメじゃん。他は何これ、体力テスト。これ中学の時だ。中2の時の体力テストがなんか入ったんだけど、絶対これ片付けの面倒で適当に入れたよ。一応言っとく握力6点、上体起こし10点、上座体前屈6点、反復横跳び10点、持久走8点、50メートル走8点、立ち幅跳び8点、ハンドボール投げ7点の63点、評価 A、おめでとう。え、待って。センターの結果って、ないんか。なんでないの？多分どっかにはあるやろうけど、センターが一番わかりやすいのに。これはセンター個人成績表。あ、これあれか、学校のあれか。順位と平均点と偏差値しか書いてある。点数書いとけ、書くやろ普通。やべえ、何も覚えてねえ。何も覚えてないことはないねんけど、え、確か現代文がめちゃめちゃ良くて92点やったっていうのを覚えた。評論が満点で、小説が最後の一問発展問題ミスったっていうのが覚えてる。古文の最後の問題、これも発展問題やったと思うねんけど、問題用紙にメモしとくの忘れとって、
で自己採の時にやばい何選んだか全然覚えてないと思って、一応間違いってことにしとこうって8点分引いたんやけど、結果返ってきて見た時に点数が上がっとったから、あ最後の問題合っとったんやってなったことは覚えてんねんけど、点数は覚えてない。でもなんか構文結構やらかしてた気がする。でも大体は覚えてる。8割5分やったから170点ぐらい。なんかこの自己採の問題提出した時に担任に褒められた。まあそりゃそうやな。でもあれか、8点引いとるから162点ぐらいか。それでも8割やもんな。だいたい170点っていうことしか覚えてない。ぴったり170点の組み合わせがいけるのかそれは分からん。日本史、世界史でもなんかだいたい私の傾向的に英語と数学が足を引っ張ってるから、数学も最後伸びたし、英語も過去問やって伸びたけど、とりあえず国語と社会と理科で頑張るっていう感じだったから、あんまその3つ悪くなかった気がする。特に日本史とか良かった気がするけど、あでも友達にさ、あの評論満点やってみたいな自慢したら、私世界史満点やったって自慢し返された記憶もある。だって評論なんか言って50点やからな、世界史満点の方がすごいなと思って、な何も言えんかった。あすごすごいねみたいな。あとあれもなかったっけ、なんかセンター語でなんか判定出すやつ、可愛いとか寸大とかに、その最後 の, そのセンター語の判定が C やったかな、 CCBD みたいな、よくて B、 悪いやつでも D やった、 E が消えとったっていう曖昧な記憶でなんか第一志望のとこに書いたやつは C やった。あんなに E ばっかりやったの本番に強いタイプかもしれない。ちょっとまた センターの結果出てきたら出したいけど、なんかどこにしまったんやな、私の答えが適当なところになんかを挟んだりしたんやろな。はい、終わり。つまんなかったなセンターはまあマシやったけど、あとはなんか良くもないし、前頭はちょっとおもろかった。真剣模試と比べるのもあれやけど、偏差値78と偏差値 34.3 が同一人物やと思う？思わんやあれやな、一番大事なのはメンタルってことで、高2の春休みからやみ続けて10月ぐらいから回復し始めてんけど、その期間にやみすぎたせいか、なんかもうセンターとか全然緊張せんかった。それが功を奏したのかな。終わりに。では。